だ。うん、これガチか。ワニ、レックスのレックスを鬼います。こっちはパーク立ち入り禁止なんで、そうがいいんだ。毒物の見解としてどういうことやって。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極物ダイナマイトコスケです。こっちです。今回はですね、はい、実際に何それ早くやれよ実際に行われたヤバすぎる人体実験。やー、人体実験系来ました。はい、なんだそれおめえだろいい加減にしろよ。前回もね、猿と人間の人体実験大バズりしましたんで、はい、今回もあやかろうということです。ええ、でもまあ人体実験系はやっぱ面白いですよね。ちょっとそそられるよ、やっぱなんかタブーなところありますから。あとガチだからね。うん、まあ早速見ていきましょうか。いきましょう。どうぞ。極物ダイナマイトということでですね、まず一つ目の人体実験がですね、はい、気持ち悪い、何なんだよそれ早く。2017年に行われた実験で、5日間誰とも接触しない部屋に入るという実験です。あー、気が狂いそうだね。うん、孤独実験なんですけども、被験者はですね、サラさん36歳、こちらの女性です。はい、この人ですね、普段は子育てをしている方で、うん、8歳の一人息子を育てていると。はいはい、はい、でどうやらですね、この実験に参加した動機がちょっと一人の自由時間が欲しいということで参加されたようなんですけども、はいはいはい、実験が開始されます。部屋に入りまして、うん、まあ、結構ね、積極的に 100% の自由だって言って入ったようで、ただですね、入った直後にですね、うん、どうやってそもそも5日間やり過ごそうかと、うん、もちろん人と接触できないですし、携帯があるわけでもないから、その SNS でコミュニケーションを取ることも不可能なんですよ。っていうのでちょっとね、そわそわしちゃいまして、うん、ちょっと不安な気持ちっていうのがすごい強くなっちゃったみたいで、焦燥感に駆られると。入ってほんと数時間でですね、入っちゃったんですよ。はあはあ、嘔吐してしまったと。はい、まあ気分がちょっと優れないまま、その日は就寝しました。はいはい、次の日の翌朝、はい、ずっとですね、気分があまり優れなくなっちゃって、うん、メンタルの部分が体に出てるんですよね。はいはいはい、ちょっと怖いんですけど、うん、実験スタッフとももちろんコミュニケーション取れないんですよ。うん、ただカメラが置いてあるのは分かるんですね。うんうん、そのカメラの前で孤独になるっていうのがどれだけ辛いかっていうのを喋り出したと。ほうほう、不安で仕方ないみたいな感想をすごい喋り出しの一人で、一日でね、一日でこうなっちゃう。でもやっぱりこの人に関しては、うん、今までこうギャーギャー騒いでうるさい子供と一緒に過ごしてたから、うん、なおさらその反動がね大きかったんじゃないかと。その2日目の昼頃ですね、うん、洗面台があるんだけど、うん、そこの鏡を刺して、ね、この洗面台を見てよ、犬がいるよね、これが目でしょ、これが耳で、これが尻尾って言って、うん、シミを指さして犬だって言い出したの。これちょっともう幻覚が見えてるんですよ。あーはーはーはー、めちゃくちゃやばいでしょ。でベッドに戻って、すごい静かな空間なわけですよ。はいはい、ちょっと衝撃的なんですけど、音がするって言い出して、うん、幻聴も聞こえてんの。はいはいはい、すごいイラ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 して、あーもう本当に何にもないんだなって、うん、もう今からそっち行くからっつって、うん、抜け出してやるよとか言ってすごい言い出しちゃって、はいはいはい、別に誰に向かって喋ってるのかももうわからないんだけど、すごい何かを喋るようになっちゃったんだよ。はいはいはい、幻覚も見えてるし大丈夫なのか、うん、っていうので、このサラさんは5日間の実験をヤバそうなメンタルのまま終えたんですよ。はい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 、5日間頑張りました、うん、この実験に参加したのは5人いまして、うん、そのうち最後までやりきれたのが3人。はい、残りの2人はすごい攻撃的になって、うん、壁殴ったりとか、うん、カメラ壊そうとしたりとかしちゃって、うん、もう中止。はいはい、すごい実験だな孤独実験。NASA のあるみたいなことを宇宙兄弟で見ましたけどね。宇宙兄弟やってたよね、うん、そう、カメラに向かってお尻ペンペンし始めちゃう、うん、まあ、それをね、まさに実際に実験してみたようなことなんですけど、うんうんうん、ちょっと恐ろしい。やっぱ孤独になるっていうストレスはえぐいんだ。えぐい。5人中2人が離脱、3人がもうでも気が触れるような、うん、なるほど。でその全員がドア開けて、はい携帯ですって言った時、すんごい安心した顔したんだって。へえ、スマホってすげえな。すげえ、つながるっていう、つながるっていうのは大事なのかもしれない。へえ、怖い。怖いね大の大人でもまあこうなってしまうと。はあはあはあ。
続いてご紹介するのはですね、はい、3人のキリスト実験です。アメリカミシガン州イプシランティという場所にある州立病院で行われた実験なんですけども、うん、自らのことをキリストだと思っている、本気で思っている方3人を一緒の部屋に入れてどういうことが起きるのかっていうのを見た実験です。水ダウみてえだ。いや本当にそうだ。ちょっと悪ふざけの匂いがするけど。いやそうだよね。ただ、本当に医療目的、治療目的なんですよ。ああなるほどなるほど。で実際にこれミルトン・ロキーチという心理学者の方が行った実験なんですけども、はいはいはい、この実験が行われる前に、はい、自らを聖母マリアだと思い込んでいる女性2人を同じ部屋で過ごさせた実験があって、その時に1人が私マリアじゃないんだって気づいて、普通の状態に戻ることができたんですよ。だから統合失調症的な感じから、健常な状態に戻れたと。そう、精神の治療になったと、っていうのを見て、あ、じゃあちょっとキリストって思ってる人もいるからやってみようかっていうので始めた実験、ね、なるほどなるほど。で実際にですね、このロキーチという心理学者は自らのことを本気でイエスキリストだと思っている方を3人同じ病室に入れました。で2年間にわたって実験が行われたんですね。あ、結構ロングスパンですね。だいぶやってますよね、隣合わせのベッドで寝て一つのテーブルで一緒にご飯を食べて、で作業じゃないけど仕事みたいなことも、まあ軽くみんなで同じことをやらせていたと。はいはい。この3人っていうのはですね、はい、まず1人目が大学を中退した生、そして農業をやっていた老人で、もう一人が小説家になれなかった青年っていう感じだったんですよ。で実際に実験が開始されました、この実験っていうのは、同じところで過ごさせるっていうのと同時に、3人で話させるみたいなこともしてたんですよ、ちょっとねこの実験の悪いところもあって、それがですね、この大学を中退した青年がイエスキリストだと思ってるじゃん、だからお母さんは聖母マリアなわけですよ、聖母マリアから届いた手紙があるんだとか言って、スタッフ側が、今から読んであげるねみたいなことをしてたんですよ、だからこう本当にイエスキリストだと思わせるようなこともしちゃってたんで、で話し合いの時とかにですね、俺がイエスキリストだぞっつって、いや俺だろみたいな喧嘩が勃発しちゃうわけですよ、最終的にですね結構恐ろしいんですけども、一人の実験者はあの二人はちょっとやばいよ、頭おかしいんだ、もうおかしいよ、こんな奴らと一緒にいたくない、もう一人の被験者は、ちょっとあいつらはロボットだねと、俺が本物なのにあいつら自分のこと本物だってずっと言ってる、ちょっと頭がおかしいやつ、おかしいやつだと思うみたいになっちゃって、何にも治療できなかったんですよ。うまくいかなかったんだ。そうで結局この実験は治療の傾向が見られないまま終了したと。2年やったけどダメだった。ダメでした。たまたま聖母マリア実験の時はうまくいったけど、今回はちょっと難しかった。たまたまだったんだ、そういうことだよね。僕ルートダイナマイトってことでしょ。実際に行われたヤバすぎる人体実験でした。ちょっとね最後のやつとかはね倫理にね触れてきそうな感じはしますよね。あんま良くない。そう、実際にですね、この心理学者もやりすぎてしまったと、私が軽い気持ちでやっていいことではなかったっていうふうに言ってるんですけども、まあな、こう科学の進歩とこう倫理っていうのはな、どうしてもね、難しいですね、難しいところではあるかなとは思うんですけれども、康介の命ぐらいだったら軽く捧げられるんですけどね、絶対にダメだね。一番尊重される命ですから。命ってのは平等じゃないですよ。私の方が大事です。みんなの方はいりません。まあ数々、ね、今回は2本立てでやってきましたけれども、喧嘩についていきますかそろそろ、まあ今回2つのね、人体実験もそうですけどやっぱり倫理が伴うじゃないですか、でも、人体実験をすることで解明する事象もあるわけじゃないですか。そうなんだよ。今後人体実験は行うべきなのかどうか、極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、一つ思ったところがあるので、これを極太の見解にしようかなと思います。誰かしらのクローンを作ってそいつを殺せばいいと思います。大倫理から外れてるわ。一番ダメだろお前。はいはいで笑顔怖っお前。それならまあ大丈夫なんじゃない。お前冒頭のあのヤバいキャラクター本当のお前だろ。違いますよ。クローンを作って殺せばいいと思います。コピーだからそれは。お前ヤバすぎだろ。皆さん
日常に住む悪魔は意外と近くにいるのかもしれません。誰がやね。以上、極太ダイナマイトでした。極太の負け通しですこなよっ。まあそうですね、ありとあらゆる高級なものっていうのが世の中にあるんですけども、はい、まあ今回その代表作でもありましょう、大理石に関するニュースです。はい、41歳の男性が肛門に12センチの大理石を入れてしまいました。肛門ニュースだな例のごとく画像はですね、極太の公式ツイッターの方に載せます。コウスケのツイッター、コウイチのツイッター、公式のツイッター、よろしくお願いします。フォローしてください。一つ言わせてください。はい、18万人ですよ私たち18万人ですよ。怖あのおまけ肛門ニュースのコーナーって何なんだよマジで。やんねえだろ、どの YouTuber がやってんだよマジで。俺もカップ麺出せるから将来頑張ろうね。ちょっとコースキーを見せします、うん、こちらです。はい、はい、でかいって毎回すっげえな。何これ卵みてえだな。卵型大理石なんだって。12センチ8センチ8センチ、こんくらいあるよマジで。でっか、いやすっげえ。ちょっとマジでマジでみんな画像見てすっげえな。すっげえな、入るんだな。こぶこぶしぶらっちゃう。なんだよこれ。いや、いろんな人がいるわ本当に。これはどこの何歳の人だっけ。41歳の男性、白人男性。どこの人でもやばいよ。ああ。なぜか世界には夢追い人が現れるんですね。次の夢追い人はあなたかもしれません。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。